でも思ったのはあのさ、学先輩との切り抜きを山上見たんだけど、コンカルタやっと来れてありがとう。学先輩との切り抜きを見たんだけど、めちゃめちゃテンポいいねって思った。あとね、クレカの上限上がってたの。え、山上さんのサインカード4枚出したのやばいね。なんか知らないけど、クレカの残高、残高じゃなくて使えるあれ忘れ、あ、なんか上がっててびっくりしちゃった。上げて大丈夫なの？何を？なんか今私、そういうことか。クレカの上限ね、上限はね、大丈夫、なんか知らない、勝手に上がってた。二人ともサクサクって喋るタイプだからすごいスピード感、確かに。え、てかあれ殴り合ってんのかな、殴り合ってんの、素で殴り合ってんの怖すぎない？いや、バチボコじゃん、怖。山破産しないでね。大丈夫、山上破産しない、みんながいるから破産しないんだね。確かに、なんかそう思った。あの切り抜きを見ていて、あ、すごいな、テンポいいなと思って。割とハム太郎、ハム太郎みたいに言うなね。明日もきっといい日になるよね、ハム太郎ね、カルタッコ。最低最低ありがやばありがとう、ミズキングハルニャンコ、僕は財布です、ありがとう。ちょっと待って、ちょっと中村太陽、やばいやばいちょっと待って、ちょっと待って、ヘケ、もうちょっと可愛いヘケをするか、みんなが投げてくれてるから。ヘケ、あー、可愛いなー、可愛いわー、やばい、めっちゃ投げてくれるじゃん。ちょっと待って、投げてくれた人の名前を呼ぼう。ミズキングハルニャンコ、仕事始めました中村太吾、テモス、レイニー、ヒオ、ありがとう、ステケテケ1号機、ありがとう、ワイコゼニーレ、パラおーおーおお、カラフルよの、寿司を、ありがとうおいおいおい、ジャンプしろよ、ジャンプタミー103、カタナユカチ、 X ミクロ、FF チレン、チロルスタム、名犬者持ち、天狗天使、 CG、 ありがとう。最低、山上さん最低、そういうことする人なんだ、失望した。タイプライター、わかめちゃん、ちょっと待って、ほんとに鼻水出てきちゃった。わかめちゃん、天使、ありがとう。跳ねあげる待って、鼻水が鼻水出てきちゃった。ああ、ゲバガミさんだわ。え、そんなこと、ゲバガミさんじゃない、そういうこと言うんですか。カニ飯、あまねここ、ありがとう。どうせ投げる気だったし、タイミングよ、タイミングいいな、山上のタイミングの良さ、マジ学んだな、テレビ千鳥とかで。暇なしき豆腐の味噌汁、スノボのおさぴん、ありがとう。いや、ニコニコになっちゃった、シラク。ポケキット88、へっゆいみや、ありがとう。やすきちゃん、ありがとういや、もうありがとう、無理しない程度にな。うん、いやー、何これ、新書配信だったら、まだ新書配信してないんだよな。シエスチネエイセン、ひじがくがく、ありがとう。ミヤの春、山上のさゆみさあ、要する北斗あーオーレ、これで鼻かむ、マジ札で鼻かむか、札で鼻かむか。六本木の高層マンションを住んで、上から札で鼻かむわ。朝間、ありがとう。うささん、ありがとう。新書はもっと投げる。エチュード、ありがとう。今後のガチャの足しにしてもらうわ。ありがとうございます。ささみ、ありがとう。トーム、ありがとう。10万人記念配信になって、待て待て待て、 10万人どころか、まだ7万人もいってないんだよなくさ、めっちゃスパチャ流れるじゃん。卵きつね、ありがとう。そうそう、まあ、そんな感じなんですよ。
念配信でもなんでもないの、記念配信でもなんでもないから、なんでもないけど、これがもしかしたら記念配信なの、何かの記念配信なのかもしれない。悪くないだろう。ショーベイありがとう、マナーありがとう、シロリありがとう。実は人生初スパチャやばいやん。ルナーラーラ再復古もそれはもうなんかド直球すぎない？もう 6.97 万人、あのもうすぐで7万人記念だから、これもうすぐで7万人記念だからな、そうなんだよな。今日を記念日にするわ、もう山の日だわこれ。毎日がエブリデイみたいなあれよ、毎日がエブリデイよマジで。ド直球にカツアゲした天狗が何を私別にカツアゲなんかしてないもん。ワイパさんくさ、なんでもない日おめでとう。なんでもない日のパーティーですから、これ誰の誕生日でもないか、ないですからね。伝わる人には伝えそうだけど、あれですよ、ツイステのやつですね。もう8月11日なのかもしれない。何これスパチャ祭り仕事始めました。アーテルクールありがとう。ハーツラビューですね。カツアゲのヤークザはそれもう山神じゃないんよ。そう、山神じゃないんよ。誰よフェス。同じく人生初スパチャありがとう。ムラシュンありがとう。いや、ツイステの推し引いた記念かもしれない。確かに推しはマジで引けたから、ここが祭り会場かもしれません。ここが祭り会場と言っても過言悪くないだろう。いいよ、ダートありがとう。なんか初めて、もしかして初めて見る名前みたいな感じの人がスパチャ投げてくれてるの割とありがとうありがてー。いや、これでもうあのガチャ代はパーになったんじゃない。フジファブリックオルガ、おー、ビッグラブ。おさ息子、明日就職の試験なんでガンガケ。や、山神が願っとくわ、ちゃんと言っとくわ。上の門にあの受からせろって言っとくから。太陽花丸ありがとう。ひねこもう直球も直球なのよ。ロアルありがとう。お金いっぱいで嬉しいね。お賽銭箱になってね、山上今。うみゃうみゃありがとう。やばい、これ裏口だって。裏口入学はそれ不正だから、やっぱりちょっと表から入ってこ、表から勝ち込んでいこう、やっぱり。花花お祭りだと聞いてありがとう。強くありがとう。キャノンボールありがとう。激流に身を任せ、今本当にスーパーチャットの滝流れみたいになってるからね。ありがとうございます。マジでありがとうございます。うん、8コミ行こうね。ベイジンお金ありがとう。ド直球にお金ありがとうございます。ポケキット88もスパチャ配信ナイスパテング、ナイスパテング、ありがとうございます。え、今年山の誕生日、山の日じゃないの？ん、山の誕生日だから、山の日だから、大丈夫大丈夫大丈夫。雑談はいつ始まりますか？もう始まってるんだよな。アーテルクールお金ないなった、なんで投げたからや、投げたからや。葉っぱは川で流れるけど天狗は金で流れる。いや、金でも流れるし川でも流れるよ。ジンジャーエール流れに乗るしかない。乗ってんね、流れるプールになってるわ。ニセモリアありがとう。始まったばかりだけどスパチャ祭り開幕した、なんか知らないけどね、スーパーチャットがいっぱい飛んでいます。ありがとうございます。デイブレイクタイミング間違ってない。君が鍵開けだよありがとう。ジン村長 PA ありがとう。ルルルンありがとう。タヌキチアありがとうちょっと待って、ちょっとあのミュートするわ。のんたん仕事始めました。君は初見じゃないね。イッチ人生初スパチャピッピーありがとう。スパチャ読み配信でもないんだけどな。アティルクールお金見つけた、やったありがとう。へそくれかな。ということでね、ちょっと雑談をしていきましょう。スパチャ読み後にするは
や何話すよ、何話す、いつもこんな感じじゃありません。違います、谷平仕事辞めたけどお金ちょっと、それはごめん、そこは突っ込まざりを得ないわ。大丈夫か、仕事を辞めたけど世の中にはいろんな生き方がある、悪くないだろう。いいよいいよ、君の人生を生きていけ。そうだよ、君の人生を生きていくんだよ。悪くないだろ、マジで便利。専門学校始まったの、ありがとう。マナー応援続けるね、ありがとう。山上若干ペコパップ、まあ確かに人のことを肯定ばっかりしていますかね。あまね、ここ就活失敗しちゃったけど、まあそれ就活以外の道もあるので悪くないだろう。暗黒慎太郎、最近知ったけどこんな人なのね、おす、ありがとうございます。アーテルクール、無理をしてはいけない雑談始めましょう。そう、スーパーチャット後で読むと言いつつ今読んでしまう。山上は優しいので